台北市の植物園にあるティン中国、蘇州の津田の園にある扇邸と傘邸、二つで一体の建物になっている、ベトナム爆人賞の NLB、トンの庭園にあるティン閣。以上の八人の皇帝を祀るティンは、中国をはじめ朝鮮、ベトナムなど東アジア各地に見られる伝統建築の一種で、休憩したり、雨や日光を避けて涼んだり、景色や、 季節の移ろいを眺めたりするためのあずまや、ヨーロッパや中東の庭園に見られるパビリオンやガゼボと、ほぼ同様の役割を果たしている。ティンは、ロボ、庭園、寺院、病などに設けられる。庭園などにおいて似たような役割をする建物には台、軒、廊閣などがある。ティンは、一般的に開放的な作りをしており、屋根と柱があるだけで、周囲を閉ざす壁はなく、屋内は、 外の空間に開かれている。屋根は、包業作りや入りもや作りなどの形状で、船長の場合は、ティンの平面は六角形、八角形、円形など多様な形状がありうる。水上や水辺に建てられているティンは、あるいは、水などと呼ばれる。ティンの柱の上には変額、入り口の両側には、対面があり、宿などが書かれている。また内部には、彩画などの装飾がなされている。 ティンは、修大から建てられていたことが知られているが、当時作られたティンは現存しない。帝という字の書室は、春秋戦国時代に遡る。元代には、ティンはあるに見張り塔や地方成長の建物として利用されていた。高さは、数階建てだったが、少なくとも一階分は、壁がなく、周囲を見張ることができるようになっていた。隋から、塔の時代。 富裕な官僚や文人はティンを私的な庭園に組み込むようになり、その役割は実用的なものから美的なものへと変わった。ティンは座って休める場所、庭園の風景を楽しむための場所を提供した。さらにティンは庭園の風景を構成する重要な部分になり、鑑賞の場であるだけでなく、干渉の対象にもなった。 宋代の水墨画には人里離れた山中にティンや老角が設けられ陰性生活を送る風味トラが佇む様が描かれている。かつては石造りのティンもあったが、こうした陰性の雰囲気に合うようだけ、そう、木などの素材も利用されるようになった。ありがとうございます。